急なんですけど、皆さん我が家のルールってありましたよね。沢村家っていうのが、よく家の固定電話に公衆電話から母が電話をかけてきてたんですよ。で、どこどこのバス停まで来いっつって、ほぼジョンウィックの世界なんですけど。で、この通達が来たらもう爆速で着替えてバスに乗るんですけど、バス停までは5分、現地までは10分、最低でも15分くらいかかるんですよ。で、到着したらバス前から降りるんですけど、降りる前に前から母が乗ってきて、遅えなおいって言いながら料金ボックスに運賃入れてまた降りていくんですよ。我が子含めた全乗客運転手ドン引き。だから多分ちょっとの天候の悪さでも西鉄が運行するのは18年前の母親のせいです。全国の特命さんこんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ今日なんですけど、リスニーさんからこんな DM です。タックさんこんばんは。こんばんは。いつも北朝鮮に関する動画を楽しみにしております。最近ある動画でキム・ジョンウンの元カノが可愛すぎると話題になっているのを見ました。これって本当なんでしょうか。最近北朝鮮不足になってます。またこの国の実態が体感できるような新しい動画上げてもらえると嬉しいですということなんですけど、何ですかこの北朝鮮不足って。野菜不足みたいな言い方ですけど、ただそうですね、この1日に摂取しないといけない北朝鮮の情報量って、まあ、どうしても少なくなってしまうんですよ。その結果それに伴って便秘とか肌荒れといった体への不調をもたらすんですけど、こちらリクエストありがとうございます。まずちょっとキム・ジョンウンの元カノっていうこのパワーワードなんですけど、その彼女っていうか、なんか元愛人と言われてた人はいるんですよ。この方は確かにめちゃくちゃ美人なんですよ。話題になったのがこれ多分昔の若い頃の写真なんですよね。これが話題になりまして、笑顔すごい素敵で、スタイルも良くて、はっきりとした目鼻立ち、もう言うことないぐらい綺麗な方でして、風貌はもう女優さんなんですけど、この方調べたら元々は音大を卒業した後に歌手として活躍していたヒョン・ソンウォルさんという方なんですよ。なぜかキム・ジョンウン氏とはかなり昔から接点があったらしいんですけど、こんな港区女子も避ける人脈でしょこれ。でも彼がですね、12歳ぐらいの時に4年間ぐらいスイス留学に行ってたんですよ。この時異国の地で精神的に不安定になるからっつって、話し相手として抜擢されて派遣されてたのが歌手であった彼女なんですよ。いやずる、お前留学の時ぐらい仲間を遠ざけ一人で歌えよって話ですけど、でまあこの時すでに付き合ってるんですけど、まあお互い合意があったかはよくわかんないですけど、この関係が2007年ですね、本妻であるリソル女子と結婚した後も続きまして、2人の間には2007年と2012年に子供が生まれてるそうですね。暴君やな。でそんな過去がある彼女なんですけど、なんかこの時ですね、とんでもない謎ルールによって処刑されたという噂が立ったんですよ。なんかしたって話なんですけど、これが2013年8月韓国紙の朝鮮日報が報じたもので、彼女他有名芸術家十数人が自身の成功動画を撮影して販売、わいせつ物を主張したという疑い、そしてその制作した動画を中国に流出させたとして家族の目の前で公開処刑されたというものでして、まあ、これ刑法第28条敵対国の思想文化伝播罪ですね。常識ですよねこれね。これが敵対国に映画とか録画物、編集物、書籍を流布したりとか、まあ、多くの人に流布した場合、または集団的に主張を閲覧するように組織したり助長した場合は無期労働課刑または死刑に処すと、まあ、こういった条文があるんですよ。これに反しちゃったんですね。めちゃくちゃですよね。これ YouTuber 全滅しますよ。でも、まあ、これざっくり言うと、なんか動画作ってばらまいた上に見たよね、はい処刑っつってね。まあ結構旗から見ても相当イカれたものなんですけど、ただまあこれ彼女に関して言うとね、嘘っぽいんですよね。こうなんか虚偽の報道らしくて、他の方がどうなったのかっていうのは実際分かってないんですけど、っていうのもですね、これ2017年に楽団の団長として党の中央委員会候補に選出されていたりとか、その翌年には北朝鮮の代表団として米朝首脳会談にも同行してます。その後普通にガッツリ活動されていたんで全然生きてると思いますね。なんでこんな大げさな報道されたのかっていうと、この国っていうのがメディアの情報統制かなり厳しい国なんで、海外メディアとしても少しだけ背伸びをしてこんなこと知ってますみたいな、そういった報道をしたかったっていうのがあるかもしれないですね。多分ね、本当のことは内側から出ないでしょうしね。ただそれと同時にですね、それだけこの北朝鮮という国の実態っていうのがまだまだ謎に包まれてるんですよね。過去にはですね、このチャンネルでも蔓延するドラッグとかミサイルをなんで飛ばすのかとか、実態から影武者説までいろんなのを取り扱ったんですけど、今日はですね、さっき紹介したヒョンさんの事例以外にも、この国特有の理不尽な謎ルール、まあ、法律みたいなものによって処刑対象になってしまった事例というのを紹介して、他にも処刑とまではいかないけど普通の生活の中でこれ違反行為、タブーとされてる行為ありましたんで、これ合わせて紹介します。早速です。まず1つ目、売買して売買。このダジャレ使えるの北朝鮮だけですよ。これめっちゃ最近なんですけど、9人の男女が一斉に公開処刑されたってもので、今年の8月末ですね、北部のリャンガンドヘサン市、ここで行われた特別軍事裁判所の公開裁判で、公開暴露の集いと称して集められた2万5000人の見物人が見守る中ですね、国家所有の牛2100頭を売り払ったとして男性7人と女性2名が公開処刑されたというもので、でも彼らは2017年から今年の2月まで地方の工場とか農場、軍部隊の農地で飼育されていた牛を購入して平壌市内のレストランとかに密売していたとされてるんですよ。で畑を耕して農作業を行う牛を密売したと。つまりこれはこの国の穀物の生産を妨害して社会を混乱させたことに等しいといった裁判官の見解で大逆罪人となりました。その理
理論で行くならあなたもみたいな話ですよね。でまあこの中には農場の最高幹部とかレストランの責任者、検問所で軍人として勤務していた大学生もいたんですけど、あのお前ら主犯の商人とかとグルになってたんだろつって、もう9人が一斉に銃殺された処刑になりました。4文字で言うとやりすぎですね。この令和の時代に公開処刑ってロジャーじゃねえんだからよと思いますけど、ただこの公開処刑に関して日本だとですね、1870年社会秩序のもと非人道的であまりにも残虐な行為であるといった理由で廃止されまして、今現在は北朝鮮そしてアフガニスタンとかね、数カ国を除きですね、世界の大半の国ではこの公開処刑は禁止になってます。他にもですね、2つ目、動画視聴、これが明らかになったのは1600件の事例でして、これが今年の3月ですね、韓国統一省が公開してたんですけど、2017年以降脱北した508名のうち証言をもとに制作された人権報告書、脅威の事例が公になったってもので、これは処刑にならなかったものも含まれてるんですけど、一部紹介しますと、2015年、カンウォンドウォサン市で韓国の動画を視聴したとして16歳から17歳の6名が銃殺。2017年には北朝鮮当局が入手した妊娠6ヶ月の女性が家の中で踊る動画の中で、彼女がキム・イルソン主席の肖像画を指さす仕草が映っていたとして公開処刑になりました。唯一モグロがドーンしない相手ですね。他にもヤンガンドでは愛の不時着とか、こういった韓国ドラマの映像が入った USB を持っていた男性が公開銃殺になりましたね。あとはウォンさんというところで韓国の映像を視聴してアヘンを使用した16歳から17歳の少年6名が死刑宣告、これもまた銃殺されたんですけど、まあ、こういった事例が多く報告されていてですね、これらが大体抜き打ち検査で路上で実施されるスマホチェックとか民会の捜索で発覚するケースがほとんどなんですけど、この見せしめとして公開処刑には1000人の住民が集められることもあって、銃殺の場合ですね、違反者は柱に縛り付けられて頭、胸、そして足に3発ずつ合計9発の銃弾が撃ち込まれるというルールがあるそうです。まあさらにこれね、まあ、何も民間の人だけでないんですよ、どこを平等にしとんじゃいって話ですけど、3つ目、致命的ミス、これは不祥事を起こして処罰された責任者なんですけど、これが今年の3月ですね、ミサイルの火力襲撃訓練中にですね、娘を連れて視察したキム・ジョンウンのコートにですね、白い粉がついてたんですよ。そしたらこの服装のミスに気づかないボディーガードが死刑になる可能性があるつって、イギリスメディアが報じたんですよ。やばい、どう考えてもお前のミスやるって話なんですけど、この責任者が数ヶ月間ですね、建設現場などに送られて重労働を課せられるか処刑されるかの2択しかないと言われてたんですけど、これどうなったかはまだ出てませんでした。また過去にはミサイルの発射を失敗してやらかした責任者っていうのが火炎放射器で処刑、会議中に居眠りをした教育省の2人の高官はですね、対空ミサイルで処刑されたりとかしてます。もう誰からお構いなしですね。もうパクセロイも序盤で土下座するレベルですね。この数で言うとですね、韓国の情報機関の報告では2011年から2015年、このたった4年間で70人の北朝鮮高官が処刑されるとなっています。結構この軍事関係だけでもいるんで、民間人になるともっとすごい数になりますね。でまあ処刑とまだいかないにしても、この国の変わった法律はたくさんあります。法律っていうか得意の謎ルールなんですけど、っていうのもまあ国自体が独裁システムを取ってる政治体制なんで、総書記の下ではまあやつがルールなんですけど、なんかタブーとされてる声があるそうで、まあいくつか紹介します。まず国際電話かけちゃダメなんですよ。まあまあまあなんとなくわかりますよね。ただかけたいなってなった場合ですね、どこの国の誰、そしてどんな目的でどういった内容の通話をするのか、こういったほうれん草みたいなあらゆる情報を通信センターの申し込み書に記載しないといけなくて、バリめんどくさいんですよ。あと厄介なのが盗聴局っていうね、国際電話を24時間盗聴してる部署があるんですよ。堂々と聞いてんのに盗聴局っていうね、おもろで、過去には捕まった人もいます。こちら調査委員会 COI の聞き取り調査によると、10年ほど前ですね、ある脱北者の女性が証言したもので、韓国にいるおばに電話をしたら逮捕されて、妊娠していたのにも関わらず6ヶ月間拘留されたってもので、さらにその時の食事ってのがトウモロコシ20粒、さらにね、日常的に暴行を受けていたと話しています。ひどいね。ただですね、一つこれ禁止ではあるんですけど、なんか取り締まりを回避する方法みたいなライフハックがあって、それがあの中国との国境付近で中国の電波を使って短時間で通信するってものがあって、あと場所を点々と移動しながら通信することでどこにいるかをごまかすってやり方があって、これあの最近高速道路で詐欺電話かけまくってる犯罪集団みたいな、あの場所特定できないみたいな、そのやり方と一緒です。もう声を上げるだけではなく聞くのすら命がけということです。じゃあ100歩譲って国際電話が無理なのわかるんですけど、じゃあ直接会いに行ったらいいんじゃないかと。ダメです、これ許されてません。っていうのもですね、もう海外とか関係なくて国内の移動であったり、どこに住むかすら制限されてて、これが通行証制度っつって、例えば西側の都会に住んでた人が北西部の都心とかに仕事で移動しないとなったら、必ず通行証を発給しないといけないんですよ。でなんかまあ市役所みたいなところに行って転出届を出すみたいな感じなんですけど、じゃあこれ通行証なしに他の地域で摘発された場合ですね、1、2週間無条件の強制労働が課せられます。要は取り締まりの回数が増えるほど厳しくなっていくんですけど、もう5回以上になると常習離脱犯ってなって1年以上の懲役です。あんな国外にミサイル飛ばすくせにね、平気で国境を越えてくるのに。次に iPhone を持つっていうのも、まあ携帯サービスが始まったのが2008年っていうね、驚異的な遅さなんですけど、ただ隠れて使ってる人はいるんですよ。で大体のユーザーがアリラン、ピョンヤンとか、この国の言葉とか都市名の入ったスマホ製品利用してネットの接続は国内ネットワークのみなんですけど、この国内ネットワークでは政府関係のニュースとか教育コンテンツ、オンラインショッピングなんかも提供されてるんですけど、これももちろん政府監視下での独自の SNS です。絶対おもんないですよ。絶対悪口かけないしね。ただその悪口かけないでいくと、日本のツイッターよりは平和なんかもしれないですね。次に飲酒ですね。お酒です。飲み会禁止令っつって、会社にあればすごく嬉しいルールなんですけど、3
3人以上が集まって酒を飲んで騒いだりとか楽しんだらダメなんですよ。結婚式とか流れでちょっとやっちゃった場合ですね、午後10時までには終えてその事実を上部組織に報告しないといけないんですよ。何を報告すんのこれ、すいませんちょっと酒飲んでましたみたいな、はい対空砲みたいな、最悪ですよこれ。2012年、金正日氏ですね、この追悼期間中に飲酒した軍の最高幹部14人が処刑されたと報じられました。これあかんわ。まあ、そのどういった意味でこの酒を飲んでたのかがちょっと気になるんですよね。やっぱ追悼期間中にやっとやわみたいな感じなのか、まあ、そういう意味じゃないのかわかんないですけど、ちょっと深い意味はないです。はい、次に服装ですね。これは資本主義的なライフスタイルの侵略を阻止するっつって、詳しく聞いても意味不明だったんですけど、この理由で着用禁止令っていうのがあって、スキニージーンズ、ダメージジーンズ、国外のブランド T シャツとか、もうそういったものは一切ダメです。他にも一部デザインのピアスとかヘアカラー、あと襟足だけ長く伸ばしたマレットヘアとか、特定のヘアスタイルも禁止になってるんですけど、特にヘアスタイル、髪の長さには細かい規定があって、これ愛の不時着でね、主人公のジョンヒクが生理の長い髪を見て、ここではこういうスタイルはいけないっつって髪の毛をこう束ねるシーンがあったんですけどね、こんな背景があるんですね。だから床屋とか美容室ではヘアスタイルが何種類かに限定されてます。つまり許された髪型しかできません。男性耳を覆ったらもう絶対ダメで、もう女性もショートヘア、おかっぱスタイルを進めていたりとか、だから長い髪をほどいて外を歩くことがまず禁止されてて、髪を束ねたり結んだりしないといけません。あとはこれさっきも言った韓流ドラマ禁止とかもあるんですけど、外部のエンタメの接近というのが禁止です。でも外国映画を鑑賞とか外国の音楽を聴くことは許されてません。これもですね、我々の思想や文化を乱すっつって、あと国民の精神を侵食し革命意識を麻痺させてくるぞ不健全だっていうスタイルなんですけど、革命意識は麻痺してるね。こんな状況なのにっていうね。ただ当局の検閲があるんですよ。それをパスした者のみが主張できるようになってます。まあずっと一貫してなんでって話ですね。はい、でまあこのようにですね、ざっと話したものだけでもわかると思うんですけど、国民が自由に生活することでさえ贅沢となってしまってる、そんな国でして、実際今年の3月ですね、アメリカの人権団体フリーダムハウスってところが発表した210カ国の国と地域の自由度を分析したっていう報告書があるんですけど、これによればですね、北朝鮮の自由指導100点満点中ブルッペン3点、評価は最下層。さらにこの数値毎年ほぼ横ばいで変わっておりません。国家総出で伸び伸びたです。やっぱりこの一党の独裁国家の監視社会の中で人権を侵害したような行為がたびたび行われているということは指摘されてまして、公開処刑、そして政治犯の強制収容所への収容、その中でも拷問、強制労働、または外国人拉致、脱北などの問題、さらには一部地域の食糧難の深刻化、薬物依存、例年よりも餓死者が急増している、政治的犯罪に対する処罰の残酷さ、こういったことが問題されています。一方でですね、国連世界食糧計画 WFP はですね、大規模な食糧支援を行っているという背景はあるんですよ。こういったもので少しずつ規制が緩和されてる部分はあるんですけど、そこに入ってきたお金を全部軍事開発に使っちゃうと何がしたいんだっていうね。これをやめない限りは国として機能する日はまだ時間かかりそうということです。やっぱ根本としてこの国にある徹底的な管理体制を変えていかないと、この問題は絶対変わらないとね、僕以外の人も全員そう思ってると思います。はい、ということで今日は以上です。ぜひ皆さん感想とありましたらコメント欄でお願いします。やっぱ改めて日本に生まれてよかったと感じますよね。今日は以上、本日も最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。